心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。相方バスケットボールキングの村上です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しております。まあ、って今言ってしまいました、ね。もうなんかいろいろお忙しそうですね。忙しくてね、ちょっとだらっとしちゃった今。いやでも本当にね、はい、結構こう見えても私、なんとなくノートとかですね、はい、SNS とか見てる方はお気づきかもしれませんけど、はい、意外と忙しいんですよ。かつ、その、島田と語りましょうとか、この島田のマイクとかですね、それ以外のメディアとかも含めて、うん、結構出てるじゃないですか。はい。おそらく、最もリラックスできるのがこの番組なんですね。それはもう本当にありがとうございます。はい。そのリラックス感が今の、はい、あのマースに完全にダラダラしてますよね。もう緩急つけないとやっぱり無理ですよ。一瞬やっぱちょっとこうね、気持ちをほぐしていただいて。そうなんです、はい、そうなんです。リラックスした状態でこうアルファーファを出しながらね。そうですね、ぜひ収録をしていただければなと思いますけど。そうなんですよ。だからなんかサウナも私の精神肉体を整えに行ってるんですけども、はいはい、ある意味この島田のマイクも自分の脳内整理には結構有効活用しておりましてですね、うん、こう過去を思い出しながら頭使うじゃないですか、それなりに、はいはいはい、いいんですよこれ。あ、週に1回とか2回こういうのやるの。ちょっとですね、今日は本編でもう出張に行き過ぎちゃってですね、はいはい、そっちでゆっくり話したいんでオープニングは軽めに行きますけども、はい、1回だけハガキが来てますのでご紹介しますね、はい。ペンネームコーヒーメガネさん出ました。コーヒーメガネさんありがとうございます。島田さんこんばんは、うん、島田さんこんばんはってすごいですよね。このそね、おそらくこれを書いてるのは夜なんでしょうね。あ、でもなんかラジオっぽいですね。ラジオっぽいですよね、はい。今シーズン3円のフェニックスが強くなって楽しいです。ワクワクします、はい、嬉しいです、うん。2月の5日豊橋での島田さんのスピーチも楽しみにしています。ということでこの話も後ほど本編でやりますから、はい、ありがとうございます、はい、コーヒーメガネさんね。いやでもこの今のね内容を見ると、うん、コーヒーメガネさんの中の生活の中に島田のマイクはそれなりのウェイトを占めてるんだなっていうのをなんか感じますよね。3円ネオフェニックスと島田のマイクが占めてるウェイトはすごく一枚の中に感じる内容ですよね。絶対多いですよね。そうですよね。ありがとうございます。もうそれだけで私ご飯3杯ぐらい食べますんでありがとうございます。はい、それでは早速行ってみましょう。島田のマイクスタートです。島田のマイク。この番組は B リーグライブ2022と全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。はい、ですね、出張シリーズ、はい、ちょっと3連チャンですよ、うんうん。まずは1月の27日、はい、岐阜ですね。そして2月の3、4、うん、長野、信州に行ってまいりました、うん。で、2月の5日、豊橋と、ここまでいっぺんに行っちゃいますね。はい、まず岐阜ですね、はい。岐阜はもう何しに行ったかといったら、もう2点、はい。スポンサー営業支援と自治体との関係強化。スポンサー営業支援というのは具体的にどういう感じなんですか？いわゆる営業ですね。あ、本当にもうクラブさんと一緒に。そう、クラブさんが営業を仕掛けてるところに、私もリーグから来ましたということで、はい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 、トップセールスに上書くトップセールス。あ、なるほど。っていう感じです。ダブルトップセールスです。リーグの魅力だったりを、チェアマン自らこういう、お話しされたりみたいな。そうなんですよ。それで、当然、うちのクラブはここで頑張りますっていうのもそうなんですけど、うん、客観的にバスケットっていうのはどういうことをやろうとして、B リーグってどういうことをやろうとしてるっていうことを言うことで、その営業をよりね、うん、こう、ポジティブな方に転換できるようにいくというようなことをやってるんですよ。へ、うん、ていうかすごくないですか、チェアマン営業マンもやってるんですよ。すごくないですかって、すごくないですかって私自慢するのもなんですけど、珍しいですね。そのリーグスポンサーさんではなくて、うん、クラブのスポンサーさん の、うん、そのを獲得するためのトップ自ら動いて、うん、こういろいろ説明をするっていうことなんですね、うんうん、そうなんです。リーグのねスポンサーの方へのフォローとか、はいはい、新しいスポンサーさんを獲得する、それはもう当然やってますけど、はいはい、クラブからもニーズがあれば行くということでやってて、たまたまですね、岐阜は経済圏がですね、当然岐阜市近辺もあるんですが、大垣市っていう西濃地区っていうのが、やっぱ上場企業もいくつか集まる、いわゆる産業としては大きいところがあるんですよ、はいはい。でもその本拠地は岐阜の方なんで、うん、ちょっと車で40分50分ぐらいかかるんですね、うん。そちらの方をなんとかこう岐阜県下で応援いただけるように攻めていきたいっていうふうに思ってずっとやってたんですが、なかなか難航不落でこう攻めきれてなかったんで、いわゆる西濃運輸さんとか、うんうん、まさにあの辺ですね、はい。
のところにちょっと私が行きますということでクラブがアポさえも難しかったんですって今まで。あでも私が行きますも多分向こうもびっくりしますよね。そもそも付き合ってもいないのに突然クラブから連絡来て、ね、チャーマンと一緒に行きますって言われてもびっくりするんです。結構アポ取れるんですよ。あなるほど、うん、そういう、まあ、機会の喪失何事なんだということも含めてそこでもう畳みかけるようにいろいろお話をさせていただいて、まあ、もちろんクラブの努力が前提なんですけども、うん、2件ね、うん、いわゆる三メッセの田中社長であるとか、うん、太平洋工業の小川社長であるとかもういわゆる岐阜のもう有力企業の社長さんですよ、はいはい、にアポイントを取らさせていただいて、まあ、もちろんその場で即決いただいたわけではないですけど前向きにご検討いただけるということでクラブとの今後、まあ、道が開けてきたので、うん個人的には良い成果だったなっていう気はしますね。営業面においては、まああとは協会の皆様にお会いしたり、市長にお会いしたりということで、うん、まあ営業と、まあ、自治体への日頃のね、はい御礼とますますのご支援よろしくどうぞっていうことを言ってきました。なるほど。日帰りですねこれは。タイトですね。岐阜は日帰りですよ。もうほぼほぼ最近日帰りですね。あじゃあちょっと本当はもみほぐしドアーズさんとかにも行きたかったところだけどちょっと。もみほぐしたかった。だけどちょっと日帰りでこれだけタイトだとちょっと時間がなかったですね。そうそうそう。この放送必ず、はいもみほぐしドアーズの皆様聞いてると思うんで、はいはい、誤解のないように言いますけども一生行ってる間車で移動してる間もね何度も何度ももみほぐしドアーズっていう単語は私の口から出ました。試みました。なるほど。しかしながら無理でした。ちょっとね厳しかった。さすがに日帰りで止まったらちょっと夜行こうかなと思ったんですけど、まあ、もう止まらないで、うん、次の日も朝早かったんでもう帰りました。じゃあまた、はい、機会があればということで、はい岐阜でお会いした、まあ、あとランチでですね、はい、いわゆるトップスポンサーの8社あるんですけども、はい、岐阜には、はい、その7社の方のが社長さんがお集まりいただいてわざわざ私ランチ会開いてくれたんですよ。それもありがたいですね。そこでもう皆さんにこう B リーグとはとかこうバスケットとはとかってお話しさせていただいてますますご支援お願いしますっていうような場も持たせていただいたりとか、うん、非常に実りある出張だったかなと思います、うんうんはい、ありがとうございます。そしてですね信州長野これは2月の 3,4、ね、なんですね。まあもう私にとっては1泊2日とかもうだんだん長くなってきてますね、うんうんうん、でなんで3日4日になってしまったか本当は1日に集約したかったんですけど、はい、4日にですね試合があって試合の前にホワイトリングで松山副市長とトークショーっていうのが入ってたんですよ。でその後試合会場でスピーチをしてくれっていう話があったので、はいはい、そこがまず決まってたと、はいはい、でその他を入れようとするとさすが土曜日なんで、あーなるほど、あのスポンサー企業の皆様にお会いするとか自治体にお会いするってなかなか難しくて、もうやむを得ず金曜日にバーッと本来の仕事ですよね、はい、を入れて次の日にトークショーと試合があった。なんで1泊2日になってしまったということですね。でまず信州を回ってですね初日ですね、まず3日なんですけども、これ節分ですね、3日ね、うん、もう節分できなかったですね。、うん、そういうイベントこと私大好きなんで、はい、この日も朝からずっと動いててですね SNS でなんかこのお面とかしてるやつで、ああ今日何もできないな俺そういうのできないなって思ってました。はい、はい、まあ、その話はどうでもいいんですけど2月の3日にですね、はい、片貝社長がもう本当にいい方でずっとフォローしていただきましたけども、うんうんうん、一緒にどこに行ったかというとまず荻原長野市長に表敬訪問、はい、あの私のノート見ていただければ分かりますがもうメディアすごかったですね。あそうなんですね。メディアがすごかった。でそこで、まあ、ここはどっちかと表敬なんですけども、うん、ご挨拶をさせていただきました。去年の今頃も行ったんですけど2度目ですね。去年はちょうど市長になられたばっかりのタイミングでしたけども、はいはい、なんかもう市長って感じ。あもうしっかり1年経つと、あそうなんですね、あのもうゴールドメダリストの荻原さんなわけですけど、うんはいはい、市長ってやっぱなりますよね。あそういうもんなんですね、うん、うんそんな感じでした。でまあ日頃の御礼とその新銀湾に向けたうんぬんかんぬんという話をさせていただきましたね、はいはい、そして、長野県の商工会議所に行って水野会頭伊藤副会頭とも会いしました。水野会頭というのはあの胸スポンサーの北斗さん。ああそうなんですね。 J のチームも北斗さんがあるんですよ、はいはいはい、北斗さんはもう長野のチームのほぼほぼ胸をやってるんですよね。でその方がもうトップでいらっしゃってもう本当にもう愛情たっぷりでクラブに対して新品は行かなきゃダメだよみたいな感じでもう片貝社長もタジタジになってましたけど、うんうんうん、すごい応援していただいてますね、うん、そしてまあ82銀行にも行って松下頭取であるとか、はいはい、吉村常務にもお会いしてきました、まあ、なかなかこうねまあ、応援していただいてるんですけどもその開幕戦の冠スポンサーもやっていただいたりとかしてクラブは応援していただきますけど頭取からもこうこの将来構想がちょっとやっぱ地方にはちょっとなかなか厳しいんじゃないかなみたいな。あなるほど。私にツッコミをいただきまして、まあ、そんなやり取りもさせていただいてありがとうございました。であとはまあ長野市の商工会にも行ってですね、皆様にご挨拶をしてきたり、まあ、夜は柳沢オーナーと片貝社長とリーグスタッフの田中が一緒に行ったんですけどもね、はいはい、懇親会をしたという、これがまあ初日ですね。
結構びっちりなんですね、本当にこう。あ、もうこれはまだね、いい方ですよ。あ、そうなんですか。もっと激しいですよ。へぇ。で、例えば商工会議所って言ったら、商工会議所に属してる長野県の法人って5000社ぐらいなんですね。ああ、なるほど。その5000社に行けるわけじゃないし、その有力企業にだけ回るっていうのは、さっき の岐阜みたいなケースっていうのはありますけど、こういう、ここのトップにいいお話しすることによって、そこからこう、クラブのご紹介とか、フォローしてほしいっていうことを言うっていう意味では、商工会議所とか商工会とかっていうのは、まあ、いわゆる個別に行くものではない限りは、オーソドックスに大体行きます。ああ、なるほどですね。これにお気づきかどうか分かりませんけど、プラス個別企業があったり、うんうんうん、あとメディアですね、テレビ局行って出演したり、はい、ラジオ局行って出演したりとかっていうのも入ってくるんで、はいはい、まだまだこれはいい方、全然、まあ、直接いろんな方にやっぱりこう語りかけたりとか、うん、こう交流をするってことはすごく重要ってことなんですね。そうなんですよ。もうありがたいことにね、あの私がどうこうってことじゃなくて、やっぱチェアマンっていうポジションって皆さん会ってくれるんですよ。あ、なるほど、うん、だから皆さんが会ってくれるっていうことをいい意味でね、利用してクラブのためになればなということで動いてますね、うん、で次の日は、はい、先ほど言ったようにトークショーに参加しても、ね、やっぱ松山副市長がやっぱキーマンですよね。あ、松山副市長はもともと検察庁にいたり、はい、スポ庁にもいて、いわゆる15兆円のスポーツのね、15兆円化のスポーツの立ち上げのところだとか、はいはいはい、いわゆるスタジアムアリーナ構想であるとか、その辺のもう本当にその政策の一丁目一番地でやってた方が今副市長にやられたんで、もう、はいはい、その J リーグのこととか、もう B リーグのこととか、スタジアムのこととかもありの、もう私なんかも当然も全然精通してる方なので、その理解があった上で、長野市の副市長として今後のアリーナとかスタジアムとか、まあ、今ホワイトリングのね、はい、回収の話とかっていうのを考えていただいてるんで、あ、まあ、いろんなソリューションありますし、そのファンの方、まあ、狭いスペースだったんで20名限定でその我々の話を聞いていただいたんですけども、明確に言ってましたね、へ、やりますって。あ、やります、うん、もう一つこうファンの方から質問来るわけですよ。天釣りどうにかなりませんか、床滑るんですけどとか、はいはい、もうそれについてもやりますとか、あ、なるほど、もうつけます、やります、水銀とパッとエンタメ的にこう電気つかないと危ない、色もできないの、うん、変えます、もう検討しますじゃないわけですね。もうやりますっていう、あんなにファン、つまり市民ですよね、から即答するってもう孫さんみたいですよ。すごいですね、孫さんとかほら SNS とか、はい、分かりました、やりますみたいなあったじゃないですか、はいはい、もうそのぐらいの勢い、すごいですね。すごい。だからアリーナも動き出していく中で、入場者数を増やすことと売り上げを増やすこと、うん、まだまだなんか私のそのノートを見て、ちょっと他のね、広島行ったりとか富山行った時にアリーナコースを含めて新民は頑張れ、行けるぞみたいな感じの論調からすると、うん、なんか急に保守的な文章になってたことによって、ちょっと信州のブースターが心配されてているんですけど、はいはい、もうそのアリーナの話も動いてるし、そこはいいんですけど、やっぱり売り上げと入場者数を増やしていくっていうところではまだまだいけて、その数字には足りてないんですね。だからなんか島田さんがこう信州無理って思ってんじゃないのみたいな話なんですけど、全然無理とかそういうんじゃなくて、アリーナのところはクリアしそうだっていうことが見えてるんで、あとは努力次第なんですよね。ですから、まあ、これからクラブがどういうふうに皆さんにアナウンスするか分かりませんけど、入場者数を増やすっていうことと、その事業規模、先ほどの商工会とか商工会議所とかの企業にご支援 そのお願いもしてきましたけども、そういうので広がってくればそんなに乖離してる話ではないんで、あとはどこまでこう行こうっていうのを金をね、うん、長野の中で作れるかどうかにかかってるんで、頑張っていただきたいなと思いますし、うん、可能性というかポテンシャルはすごくあると思いますよ、うん、改めて長野、うんうんうん、でオーナーになられた柳沢さんって方は本当に上場企業も上場させたような本当に素晴らしい経営者の方でお話ししましたけど、本当にこう堅実にかつ効果的にクラブの価値を上げていくってことを考えられてるし、うん、まあ、片貝社長含めねスタッフの方たち本当感じがいいんですよ、人がいいんですよ。だからそのビジネスの要素と人柄を合わせ持って今いろいろ改革中なの で、はい、でかつ市のねバックアップも受けてる中で、いかに県民の皆様を会場にお越しいただけるようにできるかどうか、それを見て地元企業がこう応援できるかどうか、まあ、ここにかかってるなというふうに思いますね、うんうん、まあ、でもこれからの動きがまた楽しみですよね。そうい う, こう盛り上がりであったりとか、うん、こうチーム変革の途中だとは思うんですけども、そう、ね、盛り上がっていくところでっていう、チームも強いじゃないですか、はい、本当にいい試合してましたよね、はい、なるほど、もう最後までも大接戦、うんうん、もう20点差から一時逆転まで来ましたからね、うん、第4クォーターで、はい、ほんでもう最後本当に残念ながら敗れたんですけど、はいはい、2日目、うん、同じような試合で1点差で勝ちましたね。あ、素晴らしいですね。っていうかね、怪我人は多いわ、うん、あの事業規模としては小さいんで、そのチーム人件費とかって長野は本当に少ないんですよ、はいはい、その中であれだけの選手を集めてやりくりしてるマネージメントって、うん、まあ、すごいと思いますよ。あ、なるほどですね、うん、でも残念ながらそれだけではずっと続かないんで、うん、やはり事業力を高めていくこととか、お客様をたくさんお迎えできるようにならない、うん、
ないといけないっていうことで少しなんですかね、そこに一気に火星に行くことは大事なんですけど、新 B1 に行ったとしてもそのレベルをキープしていかなきゃいけないっていうのが実はミソで、要は皆さんこう無理やりたどり着いてもその後続かないと負けて落ちることはないんですけど、それを数年続けると降格するんですよ。これあんまりこう強くご説明する機会がなかったんで、あえて紳士のところでちょっと私明文化したんですけど、だから一気火星に行っても落ちてしまった時のことを考えると、安定して力をつけてずっとそこでこう戦えるっていう風にしていかないといけないよねというようなことを長野はよく考えてて、一気にも行こうと思えばいけないことはないと、でもちゃんと居続けられる土壌は作らなきゃいけないというところで冷静に見ながら上を狙っているという風にご理解いただければなと思います。ちょっとファンの皆様ご心配させてしまったんで、クラブが決してその上に行くことネガティブとかっていうこと全然ないんで、ご心配なくということですね。そして最後、2月の5日、豊橋ですね、はい、豊橋はもう講演を、お願いされて行ってきたということですね、豊橋市商工会議所の青年部の企画のそのアリーナによる街づくりとか、市民の皆様のシティプライドをいかに醸成するかみたいなことのちょっとこう攻めたイベントの中の基調講演として、 B リーグのその将来構想とかアリーナに対するこうお考えみたいなことを話してほしいっていうことで行ってきましたね。はい、まあ結構いろいろ喋ってきました、ね、結構でもこうあれですね、講演テーマとしてもすごく魅力的なというか、みんなが気になるところです、ね、どうなんですかね。私はいつも喋ってるじゃないですかなるほど、いろんなとこで似たようなこと、はい、だから自分はいつも話してんな同じことって思うんですよ、でも受け取り方のやっぱり、受け取り方は皆さん初めて聞くことが多いんで、まあ、でも長野 の、 そのトークショーで松山副市長とねこう話した時もそうですけど、そこにいた会場にいた紳士ブースターの方たちも終わって最後話した時によく分かりましたとか、そういうことでこういうことされてるんですねっていうのは結構あの同調していただいて帰っていくパターンが多くて、まあ、それ講演とかするとその会場にいる人たちは、あ、そういうことであれば分かりますっていうのはやっぱ多いですね。でもこれいちいちね、私が行ったところしかその深く分かってないっていうのは非常に効率悪いんで、その動画で私が喋ったりホームページで LP を立ち上げたりとかしてるんですけど、やっぱりねそれだけだと伝わらないんですね。まあでもいい機会ですよね、それ直接お話をできるっていうのは、そうですね、だからそこは努力しなきゃいけないなということなんですけど、まあ、ただ基本的にはなんで行ってるかって言ったらクラブのためになればということで行ってるんで、サンエネフェニックスのホームでかつアリーナの話ですから、でかつファンの皆様が来られるんで、さらなる世界観を目指すクラブのためにも、かつそのアリーナとクラブが盛り上がった時にその地域にもたらされる価値みたいなものをお伝えすることによって、皆さんに少しでもワクワクしてもらって、アリーナに対してもポジティブ、クラブを応援することに対してもポジティブ、まあ自分ごととして捉えていただけるような感じになればなっていうことで、まあお話してきましたね。そんな3連チャンでした。いや、何かファンの方と出会いがあったとかなかったみたいなお話をそうだね、島田のマイク、ステッカー、結構今回はニーズ高かったです、嬉しいですよね。嬉しいですね。あのね、まず岐阜はちょっとその企業系だったんで、はいはいはい、そういうファンではないんで、あんまなかったんですけども、信州は試合会場で4日、ハーフタイムで、私会場ぐるぐる回るの好きで、2階を回ってて、そこでですね、ファンの方に島田のマイクステッカーいただけるんですか、本当にと言われたんで、まあもちろん持ってるんですよ。なるほど。もう隙は見せない、そしてお渡ししたら、そのハーフタイムなんで人いるじゃないですか、その姿を見てて、言っていいのか本当にみたいな感じになるんですよ。なるほど。これね、どうなんだろうね、やっぱ私一人でこううろうろしてればちょっと話しづらいんですかね。ちょっと誰かが突破口を引いてくれると、だいたいそこから行くんですよ、誰か勇気を振り絞って。まあ、気を使うね、あ、忙しいのかなとか。いや全然大丈夫ですからでもありが嬉しいですね、そうやって声かけていただいて。そうそうそう。でステッカーを渡したりサインをしたり、一緒に写真を撮ったりとかして、でありがたかったのは、これまた私のノートで開けてますけどね、須坂せんべい堂さんのお皆様が、私が来るっての分かって、私のせんべいも作ってくれてたんですよ。え、そうなんですか。はい、私の顔のせんべいも作ってくれて、選手たちのせんべい売ってるんですよ、それに私のも作ってくれて、でそんな写真を撮ったりとかですね。もう長野はね、いつもね、なんかあったかいんですよ。あったかいですね、なるほど。島田にあったかい島田にあったかい、なるほど。ということと、あとは豊橋、豊橋でも、なんとですね、東三河のおばちゃんさん、ご存知ですよね、お便りいただきますよね、おばちゃんさんにお会いしたんですよ。
わかりました。なんかこう、ね、視線を感じたみたいな。こんなことを言うのもなんですけど、はい、公演が終わって、はいはい、しばらく経ってもう新幹線の時間があったんで、はいはい、帰ろうと思って、うん、関係者の方たちとありがとうございましたみたいな挨拶をしてて、はい、やってたら、はい、ちょっと近くにですね、はい、こう視線を感じたんですね、はいはい、でもしやと、うん、東三河のおばちゃんさんじゃないかと思ったんですよすごいですね。なんかその島田のマイクで来てます東三河、うん、で以前お便りいただいたっていう、うん、方じゃないかと思った。そしたらおっしゃったわけですよ、東三河のおばちゃんさんですみたいな、はい、ですよねと。あ、なるほど。そんでしばらく話をして、はい、もうおばちゃんさん少し目うるうるさせてましたけど、はいはい、で一緒に写真撮りました。素敵な出会いですね。でもなんかそうやって、いや本当楽しかったです。おばちゃんさんも喜んでくれたんじゃないかな。ありがとうございます。結構素敵な出会いのあった出張シリーズでもあったという。いやいやもう本当にね、かなりインセンティブありますよ。このハガキを送ってる方と私が出会った場合のリアクションの違い。なるほど。もちろん皆さんどこで会っても島田のマイク聞いてますって言った時に嬉しくって、ステッカーも渡すコミュニケーションはそこで一言二言話しますけど、はい、ラジオネームまで言っていただけるとね、もうやっぱりね、この距離感のね、詰まり方。なるほど。すごいと思う。なるほど。はい。ということで、はい、どしどしおはがきをいただければと思います、はい、さあここでハーフタイム。いや私実は野球実況が中心でバスケットボールのことはいまいち知らなかったんですね。バスケットって得点、リバウンド、アシストと選手の指標になる数字ってありますよね。どこを見ればいいのか詳しくない私にも分かる指標が欲しいなと思っていた時に出会ったのがファンタジーポイント。多くの成績を数値化して個人の総合的な活躍度を示したものがファンタジーポイント。要はこの数字が高ければ高いほど活躍したってこと。これさえあれば、いや今日も素晴らしい活躍でしたねなんていつもバスケを追いかけてるアナウンサー風に話ができちゃうでしょ。ファンタジーポイントきっかけで B リーグにも興味が湧いてきたし、ついでにリーグ公認ファンタジースポーツの B リーグライブ2020にも楽しんでみることになりました。え？じゃあもう立派な B リーグのファンじゃないかって？そう言っていただけるなんてファンタジーポイントのおかげですよ。さあ後半が始まります。各選手は活躍してくれるんでしょうか。島田のマイク。この番組はB リーグライブ2022と全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。はい、ということで出張お疲れ様でございました。相方の村上さんどうですか。このこんな感じでございました。今週お忙しい中にもやっぱちょっとそういう出会いがあったりとか、うん、いろんな方々に会われるっていうことで、まあ、疲れはするんだけどこう元気もいただいてっていうところはきっとあるんですよね。いやありますね。なるほど、うん、好きですねそういうのは私はそれで頑張ってられるってところは、なんて言うんでしょうかね、まあ、簡単に言うとトラさんみたいなもんですよね私簡単に言うとトラさんみたいなもん。その人情とか温かみとかっていうところはそうかもしれないですよね、うんうん、結構あれなんですよ、まあ、旅人じゃないですか、はいはいはい、でそこら中に行ってその地元の人に会ったりその土地土地の美味しいもの食べたりとか、うん、人との出会いとか本当好きなんですよね、うんうんうん、だからこうあちこち行って特にこういうたまたま島田のマイクつながれてこういう出会いとかね、うんうん、ファンの方たちが応援してくださってるとかね、そういう出会いっていうのはねやっぱエネルギーになりますよね。あ、なるほど。本当に嬉しい。そんな出会いをですね、はい、この地でも体験したいということで、はい、あ、なるほど。高崎アリーナにてですね。あ、そうか。そうなんですよ。いよいよ、はい、フィーバーバスケットボールワールドカップ2023アジア地区予選ウィンドウ6ですね、はい、もう当然我々はねホームということで、はい、出場は決まってますけどもウィンドウ6がありまして、はい、なんと両日チケット完売ですよ。もう嬉しいですね。最近やっぱりこう代表の人気が高まってますよね、はいはいはい、今年の夏のワールドカップの本戦のチケットももう結構売れてますから、はい、いいことだな、うんうんうん、そうならなくちゃって感じ、うん、前は本当に代表戦も売れなかったんですから。そうですよね、ちょっと前ですよ。ということで2月の23日木曜日祝日ですね、はいはいはい、15時から、うん、対イラン代表と、はい、で、26日、はい、日曜日に14時5分から対バーレーン代表ということですね、はい、で、もうチケット売れちゃってるんで、うんうんうん、ご覧になりたいという方はまずイラン戦の23日は日本テレビ系にて生放送しますから。生放送、うん、これもねこういうので放送される時代なんて。いや嬉しいですよね。来ましたね、うん、ちょっと前も本当なかったですからねと同じこと言ってますけども、うんうん、でバーレーン戦はテレビ朝日系列にて生放送ということですよ、はい、
嬉しいですね、うん。まあ、ライブ配信でもダゾーンとティーバーでも生配信ありますよ。そうですね、でも、まあ、いろんな形でこの試合を楽しむことができるということですね、うん、そうですね、まあ、まだいわゆる NBA 組とかはね、はいはいはい、あとアメリカで活躍している選手たちは合流しませんけども、うんうんうん、いわゆる B リーグのトップ選手が代表として頑張りますので、ぜひ応援いただければと思います。はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。ということで島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣でした。また来週。お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。